儲かってますね。数千万ぐらいで毎月の売り上げが軽く100万超える人も何人かいらっしゃいますですね。景気のいい話が飛び交っているのは人口4万3000人ほどの小さな町、熊本県菊陽町。一言で言うと今バブルに近い形の、まあ、価格の上がり方ではないかなと思います。去年発表された商業地の地価上昇率では市町村別で菊陽町が全国3位、隣の大津町は全国1位。売れば儲かるだよね。2億から3億なった。お部屋の取り合いのような状況に。バブルとなっている要因がやっぱり TSMC さんの熊本進出によって。 TSMC さんができるっていうことで。 TSMC の半導体受託製造の世界最大手、台湾メーカー TSMC の工場建設。一気に乗客が降りてきました。小さな無人駅は通勤ラッシュで人が溢れ、通勤時間になると周辺道路も大渋滞。まあ、1500円ぐらいがもうだいたい最低ラインになってるんじゃないでしょうかね。2000円というのもありますし、もう黒船がいよいよ日本にやってきたなという感じですね。工場関連の仕事では時給2000円の求人も。空前のバブルに沸く一方で、時給戦争には勝てないですし、どうしたらいいのかそこはもう分かんないです。土地を売れば3億円、時給2000円、熊本菊陽町、空前の半導体バブル。一気に通勤客が降りてきました。電車を降り続々と仕事に向かう人たち。バス停にも多くの行列が。都心の通勤ラッシュのような光景だが、ここは熊本県にある小さな町、菊陽町の無人駅。東京から転職してきたというこちらの女性は、熊本に来たらちょっと楽になるかなと思ったんですけど、東京と変わらないですね、正直。混雑しているのはこの無人駅だけではない。工場への道路も朝から大渋滞となり、車はほとんど進めない状況だ。これほど多くの人が集まる理由、それが明日開所式を迎える半導体工場。台湾の世界的半導体メーカー TSMC が進出したことで、菊陽町では半導体バブルが起こっている。景気のバロメーターとも言われるタクシーは、実感としてもうここ1年半くらいですかね、もう相当仕事量も増えましたですね。同僚なんかでもその毎月の売り上げがその軽く100万超える人も何人かいらっしゃいますですね。コンビニや居酒屋に行くときなどちょっとした移動にもタクシーを利用する客が増えているという。夜の街でも、カラオケで盛り上がるこちらのスナック、飲みに来たお客さんに景気を聞くと、ひっきりなしにこう仕事が入ってくるって感じで、結構もう関連じゃ儲かってますね。数千万ぐらいでバッてですね。建築関係の仕事をしている男性は収入も上がり、最近大きな買い物されましたか。まあ、うちはもう重機とかそういうのを買ったんですね。プライベートは乗用車とかですね、クラウンだったんですけどね。家とか欲しいですよね。
この店では町に半導体工場ができたことで連日景気のいい客でにぎわっているという。台湾の人たちでお金持ちが多いというのは聞いてますから、売り上げはぐっとぐっと上がってくるかなって期待しております。工場の近くに土地を所有しているという男性は、こっちからぼーっとしとるもん、売れば2億から3億になった。男性にその土地を見せてもらうと、おー広いですね。もともと酪農で牛を飼っていたというこの土地は広さなんと1800坪。先日銀行がほらこの融資の件で来てね、担当者が今さ20万10万去年の今頃は10万だった、その前は2、3万だった、もう何倍だったね、1800坪か青くらいなんで、ね、男性はこの土地に半導体工場で働く人向けのアパートを建設し、家賃収入を得ようと考えているという。菊陽町はもともと特産品の人参や米、花など農業が盛んで、町の周辺には畑が広がっていたが、現在では続々と新築マンションの建設が行われている。もともと畑が広がっていたこの土地も今ではマンション工事が進んでいる。ここがですね、今年の8月に完成予定の新築の賃貸マンションになります。 TSMC の進出によってやっぱり私たちの会社だけでも数千万円の売り上げは上がったかなというふうに思ってます。間違いなくバブルに近い状況になってるんじゃないかなというふうに思ってます。その私たちが予想してた地価よりもまだまだ今上がってますので、まあ、どれだけ上がるんだろうっていうふうなことは常日頃思ってますね。そもそもなぜ菊陽町に巨大半導体メーカーが進出することになったのか。その理由は半導体製造で欠かせないきれいな水。熊本県は質の高い地下水が豊富で、半導体関連企業が200社以上進出している。こうした中、地元の銀行にも半導体バブルの波が。関東関西中心に、県外企業、に加えて、海外企業、特に台湾関係からの相談も、増加しているかなというのを考えてますので、売りに出したらもうすぐ買い付けが入ったりとか、そういう状況になってきている。県外企業の土地取得は容易ではないような模様かと思います。国内外の半導体関連企業などおよそ200社から新たに県内進出の相談が寄せられている。特に希望が多いのが菊陽町での土地の確保。しかし8割ぐらいが進出がなかなかすぐは決まらないというところの部分があるのかなというのは、一言で言うと今バブルに近い形の価格の上がり方ではないかなと思います。土地の奪い合いが激化する中、賃貸物件にも変化が。こちらです。案内されたのは去年9月に完成した若いファミリー向けのマンション。間取りがファミリータイプの 3LDK でございまして、設備はこういったシステム対面キッチンですとか、あとはパントリーなどがある、お部屋になっています。広さ 94.49 平方メートルのこちらの物件、家賃は1月13万4千円。 TSMC 進出前の相場は10万円にも満たなかったという。熊本市内とかの方が以前はやっぱり家賃の相場とかもちろん高かったんですけど、それよりちょっと高くなってるっていうのは感じますね。家賃は上昇しているにもかかわらず、菊陽町の賃貸物件は奪い合いの状態だという。中見れるようになるまで待っとくとも本当すぐ埋まってしまうので、すぐに決めていただくような状況になってます。
2021年11月 TSMC が熊本進出を発表してから菊陽町では在住外国人の数が急増。こちらの店は隣の大津町から移転し先月の28日に開店したばかり。 TSMC さんができるっていうことで思い切ってこちらに、はい、オープンしようと思って来ました。地元の玄米を使用したパンがずらりと並ぶこちらのお店は移転して売り上げが3倍になったという。バッチリ成功だったと思ってます。町に台湾から来たお客さんが増えることを見越してこんな商品も開発中。台湾の定番料理ルーローハンの具材を挟んだバーガーや甘辛い台湾唐揚げを挟んだバーガー、そしてマヨネーズに砂糖とバターを加えたサンドイッチ。台湾特有のサンドイッチであったりとか、イメージとしてはやっぱりちょっと甘じょっぱい感じの味付けが好きなのかなと。街に訪れた空前の好景気、人件費も飛躍的に跳ね上がっている。熊本県では最低賃金が時給898円に設定されているが、地元の求人会社を訪ねてみると1800円ということで、おそらくですね清掃で例えば首都圏でもですね1700円を超える求人というのは私も見たことはありません。2000円というのもありますし、これぐらいの金額を出すのも厭わない、そういう会社がいよいよ来たなと、いわゆるもう黒船がいよいよ日本にやってきたなという感じですね。 TSMC の第一工場はいよいよ明日24日に開所式が行われ、12月までに本格的な稼働が始まる。今月第二工場の建設も決まり、工場だけで合計3400人以上の雇用が見込まれ、時給戦争はさらに激化するという。第一工場の給食スタッフで1500円ですから、もう第二第三となりますと多分3000に近づく、もしくは3000に到達する額が出てくるでしょうね。時給や地価の高騰などで町が盛り上がる一方で嘆きの声も。おととし8月に熊本市内から菊陽町に移転したラーメン店、去年10月に取材した時には売上上がったのはもう万々歳です。工場ができて昼間の滞在するお客さんがどんどん増えると思うんで期待しかないですね。そう語っていたが、今週再び話を聞きに行くと、工場とかができてやっぱり人材確保がなかなか難しくなってきてます。ラーメン屋で時給1000円で募集かけても全然やっぱりヒットしない感じで、時給戦争には勝てないですし、かといってですね上げれるわけでもないので、どうしたらいいのかそこはもう分かんないです地域が抱える課題は人材不足だけではない。地価高騰の煽りをもろに受けた店も。新鮮な野菜が格安で購入でき、20年にわたり地元で愛されてきた青果店。終わりました。お疲れ様でした。土地の高騰で家賃が値上がりしたため立ち退きを余儀なくされ、現在は熊本市内で銭湯の駐車場スペースを借り販売を続けているという。